マイル回答が早くて偉いですね。はい、珍しい。珍しい、ね、今日鮭が長い。大丈夫だ、当たんないから安心しろってワンチャンだよこれ。はい、皆さんこんにちは、ワイテルと中村です。シャクでーす。金的スマルです。どうも、キリアンです。ということで今回皆さんにやっていただくのは、おい、マイクラどうでもいいクイズ。クイズかね、どうでもいいな。まあ、クイズはどうでもよくないですか。いや、どうでもいいです。あ、どうでもいい。あ、はい、帰る帰る。じゃ あ、 あ、どうでもいいんだ。あ、この動画は割とどうでもいい動画なんで。なるほど、ね、あの、見ても見なくてもどうでもいいよというぐらいの温度感なんですけど、はい、投げやりだな。まあ、あの、どういうことかって言いますとね、まあその名の通りなんですけど、マイクラってすげえ膨大な要素があるわけですよ。はいはいはい。その中には、いや、この要素を使うわけないだろみたいな、すげえどうでもいい要素がね、まあ、結構あるんですよね。まあ、まあ、俺らも知らないことも、ね、ありがとうございます。やってるけどまだあるってことでしょ。そうだね。まあサバイバルもね、クリエイティブもいろいろ含めて皆さんマイクラやってますけども、そん中でも、いや、そんなどうでもいいこと知らねえよってことはいっぱいあると思うんで、あえてね、それをクイズにしてみようと。なるほどね。いうことで、で今回このクイズを通して別に僕らが何か知識を得て、あ、別に何もね、これはね、身にならない。ならない。大体どうでもいいんで。そういうのばっか選んだんだ。そうですね。まあたまにちょっと身になるのがあるかもしれないんですけど、はい、まあそれはね、皆さんのあの捉え方次第ということで。はい、行きましょう。まあ今回全部であの9問用意してきましたので、まああのどうでもいいんでサクサクやっていきます。じゃあまずファーストどうでもいいクイズいきます。はい。まあ村人って交易してくれるじゃないですか、はい、まあ、その中にも、まあこんな交易使わんやろみたいなどうでもいい交易が結構あると思うんですけど、製図家ですね、はい、製図家が達人になった時に交換してくれるアイテムは何でしょう。なんだろう。一番最後ですね。ちなみにこのクイズ9問やって正解者出るのか怪しいんで。こんなレベルなんですね。だってどうでもいいことだからさ。どうせこれ簡単な方で、まあ簡単な方であるかもね。あとスマイル、はい、どうでもいいや。そうだよ、マジでどうでもよくなった。その感じで、その感じのテンポ感で頼むわ。9問もあるんで、まあ、いや、はい、じゃあまあ回答順もどうでもいいんで、じゃあシャーくんから。これはい、コンパス。なあ、ありそう。まあありそうだね。思ったちょっとどうでもよくないね、コンパスだったらね。まあどうでもいい。じゃあスマイル、どうでもいい。白紙の地図とかくれんじゃない。なあ、逆にね。はいはいはい。言い方くれんじゃない。白紙の地図とか、まあ、くれんじゃない。息多すぎだろ。、はい、はいはいはい。じゃあ金時、旗の模様の花のやつ。あー、なるほどね。旗の模様の花のやつ。そんなんの。はいはいはい。じゃあなんかボインキャー。望遠鏡。望遠鏡嬉しくないでしょ。使わなくない、望遠鏡って。いや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 、サバイバルでそんなに使うよ。割とどうでもいいけど、なんかもらえそうだなっていう。なるほど、ね、もらえそうとどうでもよさの塩梅を取ってくる。シンプルに望遠鏡はアップデート的になさそう。アップデート順的に。あー、なるほどね。じゃあまあ答え発表していきますかね。答えどうでもいいよ。答えどうでもいいんで言わなくていいですか。それはちょっとモヤモヤします。答えはですね、旗の模様の地球の模様。ああ、やったわ。これなんでこれ欲しいんだよ。いや、俺ちょっと知ってたというか覚えてた。すごいね。すごいね。地球か。地球ですね。地球の模様って何？わからん。知らんもん。旗の模様。旗の模様が 6種類あって、いろいろあるんだ。うん、なんかいろいろあるんだけど、まあなんか地球をくれるらしいですね。まあどれかで何でもいいやと思って旗にしちゃったよ。いやー、なんかね、まあくれたとしてどうでもいいし、そのアイテム自体の存在も多分もう知らないレベルのどうでもよさですね。という感じの温度感の問題がこれから続きます。これ落とした魚でかいぞこれ。確かに。ちょっともったいなかったかもね。もう終わったかも。1問経ったら勝ちだよこれ。じゃあそのまま2問目いきますね。はい。まあ、マイクラって精錬っていうものがあるじゃないですか、はい、でまあ、燃料になるものもいろいろあるわけですよ。例えば石炭は石炭1個で、まあ、アイテム8個焼けるわけですね。
はいはいはい、でまあ何個焼けるかっていうのは種類によって違うんですけど、うわどうでもよさそう、カーペットカーペットを燃料にするとカーペット1個で何個のアイテムが焼けるでしょうか。燃料1回全部調べてるんだよなうわそうなんだ、調べてんだ、どういう調べなのそれどうでもよお前マジでどうでもいいこと調べてんな、どうでもいいこと調べてるね、なんでサバイバルだったらだって何も考えずに石炭掘るでいいじゃんもはや。まああと有名なのだとね、マグマだと100精錬できるとかね、だから効率いい系のやつは割と知ってるんだけど、まあこの問題に出るってことはまあ効率は悪いわけですよ。いやわかんねー俺じゃね、あ、はい、OK だったらボタン押してくださいね。はい、じゃあ中村から 0.75。 おーどうでもいいねその数字、絶妙だな。じゃあシャー君 1.5 です。おー、じゃあ金さん 0.5 で、はいはいはい、スマさん 0.2。おー、考えてみてよ、羊毛のカーペットでしょ、薄いじゃん。一番低いのって俺のね竹だよね、一番低いのは竹で、竹でも1なかったっけ、いや1あるかないかぐらいだったんだよ確か。俺竹 0.5 じゃなかったかなって思ったんだよね、その辺だっけ。だからそれよりちょっと上かなと思って 0.75。 俺も竹が1ぐらいだと思って、ね、あ、はいはい、竹よりちょっと上ぐらいね。そう、なるほど。じゃあ答えいきますね、はい、カーペットで焼けるアイテムの個数0.335 個です。え、少ないんすよ。なんか竹がじゃあもっと低いってこと、竹は 0.25 だったかな。あれ、わー、いやー、だまあ竹だったら4本で1個で、カーペットだったらまあおおむね3枚でちょうど1個ぐらいですね。あ、どうでもいい、どうでもいい、どうでもいい本当にどうでもいい、明日には忘れてます、ね、わざわざ使わんからな絶対に。焼かねえわカーペット。じゃあ次だんだんね、どうでもいい、あの度合いが高くなってきますから。当たるわけないやん、そんないやでもまあこの辺まではね多分当たらんと思うんですけど、こっからワンチャン当たるかもっていうところがあるんで、逆に、はい。じゃあ次いきますね。マイクラって、まあ、バイオームっていうのがいっぱいあるんですよ、平原とかで。普通にサバイバルで生成したワールドに存在しないバイオームっていうのがあるんですよね。丸々バイオームっていうのがあるんですけど、なんか普通に豆知識として、どういうこと、それ冒険の時間無理じゃん。それは何でしょう、まあ、冒険の時間には一切関係ないワールドですね。ワールドじゃない、バイオームですね。ってことは何かの派生系ってことだね。サバイバルじゃない作り方で作れる。そうですね、特殊なやり方で生成することはできるんですけど何それ。まあなんかあるんすよそういうのが。知らないね。まあ知らないよねどう、あれなんだっけな、ちょっと、いやまあいいや、ちょっとマジで覚えてないし思い出せないからこれでいいや。でもなんかね聞いたことある、そういうの。おお、都市伝説的に、はいはい、いいですか、じゃあ金さんから。いや、PE にあったあのネザーリアクターみたいなやつあれ実は PC でもできる説であったな、なんかあれバイオームになるぞ懐かしいな今のキッズ知らないでしょ、ネザーリアクター。ネザーリアクターね、どうだ、いやもうそれがどうでもいいわその知識がどうでもいいな。じゃあスマイル、なんか砂利の島。ああ、なんかありそう。なるほどね。なんかありそう。砂利関係した気がするんだよ、はいはい。なるほどなるほど。じゃあ鮭さん。変異したジャングルの橋ですね。ああ、はい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 。はい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 、あるわけない。こんなありそう。あるわけない。あるわけない。こんな見たことない。じゃあ中村さん。あれはただレアなだけだったか分かんないけど、なんかジャングルかなんか厚い地形に挟まれた厚い湿地みたいなのがなんかピンポイントそれだけ覚えてたんだけど、そんな感じで。ああ、なるほど。ちなみに正解者いらっしゃらないんですが、危ねー正解ですね。でも多分聞いたらそんなあんのってなると思うんですけど、正解ですね、奈落バイオームです。おい、合ってたさっき。書いてたの。一回看板書いたよ。すごい。あるんですよ、奈落バイオーム。いやだから、そういうこと。何にもブロック生成しなかったらどうなんだろうと思って奈落で書いたんだけど。そうなんだよね。スーパーフラットの設定で、はいはいはい、何もブロックがないっていうのができるんですよ。ああ。それバイオーム。でそれにすると F3 押した時のバイオーム名がザ・ボイドってなるんですよ、ね。ザ・ボイドが。
奈落バイオームなんですよ。知ってんのかい。はい。なんで貸すんの君は。ところいいじゃん。何もなかったらどうなるんだろうって。ちなみに変異したジャングルの橋は多分削除されたバイオームですね。あ、削除されたんだこれ。うん、ちょっと前まであった確か聞いたことはあった、じゃあ次5問目いきます。今のところ正解者なしということで、あ、4問目か、4問目です、ね、あ、どうでもいいけど、あ、どうでもいい、問題数もよどうでもよかった、じゃあ次ですね、進捗の問題です。進捗って最初に何もない状態で進捗開くと、ここには何もありませんって出てくるじゃないですか。あ、はい、で、まあある条件を満たすとマインクラフトとか冒険とかネザーとかエンドとか出てくるんですけど、その中であの冒険っていうタブあるじゃないですか、これのこのタブの出現条件は何でしょう。あれなんかさなんか最近調べたような気持ちなくもない。そうなの、なくもないよね。なんか誰かとやった記憶があるぞ。誰かとやった記憶あるけど覚えてない。何にも覚えてないけど。本当にあれあったよね。見た時マジで俺どうでもよって思ったけどね。あれだ金時と俺あれだ、ドブルク、ドブルクのやつだ。ああ、あれで一回調べたんだけど冒険に関して調べてないと思う。冒険やってないか。うん、まあそういうのがあるんですけど。違う、その後ブルックスやったんだ。だから覚えてんだ。俺だから分かるぞ、俺。マジ？冒険も多分分かる。え、そんなどうでもいいこと知ってんだ、この人。けど、なんだっけ？だって、出さないとこれできないじゃん、新宿。どうでもよくなくない？いや、だから、マジで気づいたら出てんのよ、基本的に。え、これじゃなかったかな？はい、じゃあ出揃ったということで。じゃあ、シャゲさんから。はい、移動する。大きく出たね。まあ、冒険だからね、まあ、最初から出てるならはいはいはい、 なるほどね、じゃあスマさん、まあ、なんか1メートル以上歩く、あー近いね、歩いてが様子、まあまあ確かに、はいはい、じゃあ水晶だね。じゃあ中ム、いや同じ50歩歩く。おお、50歩ぐらいだったらなんか知らぬ間に出てそうだな。なるほどなるほど、感じはいはい。じゃあなんか自信ありげな金さん、いやなんかね、なんかモブを倒すだった気がするんだよね。ああ、おお、なるほど。うん、敵モブでも何でもいいんだけど。はいはいはい。中立でもそう何でもいいんだけど、モブを倒すだった気がします。正解はですね、エンティティを倒すかエンティティに倒される。おお、どう、まあ、正解でいいんじゃないですか。よし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 、すごい、これは完全に生きた。普通ありがとう。すごいな。すごいね。これあれだよね。最初敵モブを倒すって書いてた。サバイバルバトルはでしょこれ。いや、そうそう、サバイバルバトルの時に、なんか進捗出現させてるために、そうはぁ、輝くイカスミのやつで、最初、進捗出てなくて、なるほど、これ最初にこれ達成しちゃうと、進捗出ないんじゃねって言って、進捗の出し方を調べたんだ俺。やっぱ、じゃあ、どうでもよくない問題出しちゃったか俺。冒険に関しては調べてないよ俺。あれは鳥でやったんだよ俺とブルックは。そう、鈴木でさらに調べたってこと。はいはい、そうなるほどね。うわ、ちょっとどうでもよくない問題出しちゃったな。これはちゃんと勉強してるんだよ。たまたますぎる。やべ、悪問だわ。正解できる問題、悪問だわこれ。え、どうでもいいに違いはないよ。いや、じゃあ次いきますね。はい、じゃあ次の問題こちらいきます。まあ、モブって大きさ違うじゃないですか。はい、今から6個モブ言うんで、それ身長高い順に並べてください。まずベックス、ちっちゃい、ちっちゃいね、ちっちゃいね、身長でしょ、高さ、身長高さ、次がですね、ホグリン、高い、あの場合の身長ってのは腰高じゃなくて普通に鼻先からケツまでってことでいいの？地面からの高さだね。前座標だけね。そうだね。次シュルカ、シュルカ一番高い。どこで見んのそれ？空いてる時閉まってる時、空いてない時っすね。空いてない。限りなく1に近くない？1だろ。差出るのかな。次中サイズのスライム、絶妙の来た。覚えてねー、覚えてねーの来た。次覚えてねーの来た。クモ、あ、次チビゾンビ、いいもん出ますね。なんかいけそうでいけないな、これ多分。はい、この6つ並び替えてください。いけないんだろうな。スライム中スライム中なんだよな。まあ関東で正解ってことにしますね、これはさすがに。いくね。はい、終わった。お前いくつだよ。もう記憶の中で比べてくれ。悩みすぎだろ。どうでもいいんだよ、もう。真剣になるやつじゃないんですよね、これ実は。あ、OK ですよ。
じゃあスマイルから聞いていこうかな。ホグリン、スライムチュー、チュールカー、ベックスクモチビゾンビ。なるほど。全然違うわ。全然違うの？結構似てます俺。じゃあシャー君は？上からホグリン、スライム、シュルカーまで一緒。はいはい。下3つが違くて、大きい順にチビゾンビ、ベックスクモ。あーなるほど。じゃあ金さん。ホグリン、シュルカー、スライムで、クモ、チビゾンビ、ベックスですね。おお、33で一緒か。誰か当たんちゃうよ。じゃあ中村さん。俺全然違うわ。全然違う。なんかホグリンってそんなでかくないんじゃねって思ってて、シュルカーが一番でかいです。シュルカー、ホグリンで、スライム、チュー、クモ、ベックス、チビゾン。なるほど。全員一緒か。そう、そこはさすがにそうだな。はいはいはい。まあ多分シュルカー基準で考えてそうだよねっていうイメージだよね。そうね。シュルカーとか。じゃあ正解発表していきますね。はい。まず一番でかいのホグリンです。よっしゃホグリンはね、まあでもちょっとサイズがあるんですけど、ホグリン 1.4 ですね、高さが。で2番目に大きいのスライム中。終了です。あるぞ。ちなみにスライム中の大きさ 1.02 なんで、その次がシュルカーですね。これちょうど1です。あったり1なんだ。シュルカーあったり1です。まあ、ブロックと全く同じサイズなんだよね。へぇ、さあ次ですよ。俺がチビゾンビでスマイルがペックス。ペックスでかいの。次ですね、4番目に大きいのチビゾンビ。いやー来た。マジか。あ、これあるぞ。ある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 。チビゾンビ、チビゾンビ 0.975 です。でかでかくね。結構でかいんだよね。で5番目に大きいのが、俺ベックスにした。違うでしょ。ベックモ。うわあ、惜しい。クモか。クモが 0.9 でベックスが 0.83 ですね。うわ、そんな変わんないんだか。まあ結構僅差なんですけど。ベックス目の前にした時でけえなって言われちゃった。まあでも 0.83 って言われると意外とでかいなって感じするよね。まあ確かに。ちっちゃい、全然だって剣当たらないイメージだもん。うん、まあ結構ね、あの1周辺のを集めたんで、この辺はマジで高さ近かったですね。なるほどね。ということで惜しくも正解ならずと。いや惜しい。残念。0点です。最初にシュルカーって書いて、俺も0点です。同じです。同じでした。全員同じです。花模様でも0点だから。じゃあネクスト、どうでもいい問題いきますね。うん、まあ、これはちょっとどうでもよくない問題かもしれないんですけども、まあ、根付いた土って皆さんご存知ですか？あ、さっき見たことあるけど使ったことない。あの根付いた土っていうのにクワで右クリックすると何かが起きるんですよ。なんでしょう？なんかね、なんか、あれ？あれじゃない？でも根付いた土って何？根付いた土ってことは、はい、こういうことでしょう。根付いた土を耕すとどうなる？どうなるでしょう。どうなるか。どうなる？どうなる？何が起きる？どうなる？うわ、これじゃない、これじゃない、違うわ。じゃあこれだ。じゃあこれだ。お、出ました。じゃあシャー君。マジで自信ねえけど、種が勝手に植えられる。おお。なるほどね。強くないそれ。強いね。それ本当だったら結構使える知識じゃないか。分からんけど。根付いた土がそもそも手に入んないそうじゃん。なるほどね。もう正解っぽいな。じゃあスマさん。と右クリックすると、あの枯れ木が出て普通の土になる。ああ、なるほど。根が取れるっていうね。はあはあはあ。違うやん。じゃあ金さん。これ逆張りですね。何も起こりません。この問題自体がどうでもよかったという。なるほどね。そっちの方がまだいい。これは、いや、普通の土はだから耕せるけど。そうね、耕せるね。だけど、根付いた土は何もできません。なるほど、なるほど。土じゃないので。そう。なるほどね。で、中村さん。っていう金時の裏を変えて逆に同じく高地になる。耕せる。ああ、はいはいはい、はい。逆に耕せる。普通の放置しますね。なるほど。じゃあ正解発表なんですけど、根付いた土にクワで右クリックをすると、はい、タレ根をドロップして普通の土に変化します。タレ根？タレ根何それ。そんな、なんかタレ根っていうアイテムは確かに見たことある。見ていいですね。あの、どうぞどうぞ。装飾ブロックのとこかな。
いやだって発想は俺間違ってなかったってこと。そうだね、枯れ木じゃなかったね。これか、タレネ。タレネって。タレネこれか。タレネが出るんすよ。これ根付いた土だ。根付いた土は、ツツジを成長させると、ツツジの下に出るんだよね、確かに。で、これをクワで右クリックすると土になって、かつタレネが出るんだ。出た。マジ本当だ。あ出たでしょ、タレネ。どうでもいい。どう使うの、タレネ。タレネはなんかね。あ、置けるね。なんかそれもハンモした洞窟とかになかったっけ？あったっけ？いや多分ないと思いますよ。俺一回調べたけど、ね、タレネはなかったと思う。タレネ調べてみます？タレネ。いいです。あ、まあどうでもいいんでいいっすね。じゃあまあ次もねワンチャン正解できる可能性があると思うんですけども。それ出てないよ。あスノーゴーレムっているんですけども、はい、あのスノーゴーレムって砂漠とかサバンナとかの乾燥したところに召喚すると死ぬんすよ。はい、まあそうだろうね。それを防ぐ方法。これじゃない。まあワンチャン正解できる。まあワンチャン正解できる問題とは思ってるんだけど。何？まあこれじゃないの。常識的に考えたらさ。スマイル回答が早くて偉いですね。はい、珍しい。ちょっと珍しい、ね、今日鮭が長い。大丈夫だ、当たんないから安心しろって。ワンチャンだよこれ。じゃあシャークンさんからいきますか。氷を敷く。ああなるほど。じゃあ金さん屋根をつける。ああ、スマさん、まあ、頭のようにブロックを置く。ああもう同じですね。中村さん、直射日光を避けて常温で保存。なんだそれは。まあ、それはなんだ。食べ物ですか。まあ正解者はいないっすねこれ。いない。なんか違うんか、単純すぎると思ったんだ。まあ屋根を作るっていうのはあの雨に対しての対策ですね。あ、雨で溶けるんですよスノーゴーレムは。はいはい、ただあのサバンナとかで屋根を作っても暑さで死ぬんですよ普通に。はいはい、なんで、はいはい、あのどうするかっていうと火炎耐性をつけます。ゴーレムにポーションとかで、まあ、スプラッシュポーションとか残留ポーションとかでスノーゴーレムに火炎耐性つけると生きるんですよね。サバンナ。そうなんですよ。なるほどね、気温高いから溶けちゃう。ワンチャン当たるけど当たんねえよ。しかも絶対使う人いないよね。確かに。別に残留ポーションとかスプラッシュポーションとかつけたとて1分とかだしね。マジでさ、考えればいけたのか。いやけど、でも屋根、これマジで屋根が違うっていう選択肢がないとさすがに考える、まあ、あれにはなれんな。なるほど。これマジ開発者はそういう頃だろ。いいねって。誰もやんねえよ本当に。そんなとこだと思いますわ。なんか防衛ミッションとかあったらわかんないけどさ。俺ら逆にしてやるか、この性質を使って。スノーゴーレムが死ぬ前に砂漠から救い出せ。ウケるかなその企画。いや面白くするの俺ら次第だから。確かにね。実はスノーゴーレムって火炎耐性で生きれるんですよっていうところ。終わりじゃん。そこが終わったわ。それがピークなんですわ。じゃあ残り2問ということで、まあ、最後の2問は特にどうでもいいですね。でじゃあ次なんですけど、もしかしたらこれ逆にどうでもよすぎて有名な可能性があるなっていう懸念はあるんですが、玄武岩。玄武岩って、まあ、玄武岩デルタとか、あとまああのネザのマグマ池とかにたまに柱立てたりするじゃないですか、はいはいはい、あれ以外の玄武岩の入手方法を書いてください。なんだっけな、なんかあったんだよな。なんかあったよねそれ。結局つかなかったっけ。なんかあった。あー俺だー。そう、中村が一回問題出したよね。俺のクイズだ。え、だよね、聞いたことある。中村クイズ株。俺だってこれ聞いたことあるもん。俺出したもん。なんだっけ。聞いたもん。でも全然わかんなくて結局覚えてないよ。あのあれだ。あれか、ブロック。ブロックを獲得するクイズ。あ、そう、それ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 。あ、はい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 。正解した回答のブロックが手に入る企画なんだよ。そこで聞いたんかやっぱ。それだそれだ。ちょっとノーコメントでいきますわ。え、自然生成以外でしょ。自然生成以外。ええー。ハモるなよ。ええー。困りハモやめろ。はい。じゃあまあシャー君から。ネザークォーツと砂利でクラフト。なるほど。あ、そう。金時さん。アルイシと戦力岩クラフト。なるほど。そっちか。スマイルさん。マグマ流にあの下から水を触れさせる。あ、なるほど。それなんか。中村さん。丸石と安山岩じゃなかった。ああ。
ですね、ちょっとこれ非常に難しいことになってるんですけども、あの僕はノーコメントでいたんですが、はい、そのブロック取るクイズの時に出た問題、戦力眼なんですよね。戦力眼のレシピが出て、それが丸石とネザークォーツっていうのがその時出たんですよ。なので違うんですが、違うということを前提に答えは変えないでいいですか。まあ一旦あのさっきみんなが言ってたのは違うやつの話だよっていうのを繰り返られたり。でもだとしたら無理です。いいですか、じゃあ皆さんその答えで、はい、なんとですね、正解者がいないんですね。自然生成以外の玄武岩の入手方法なんですけども、なんとソウルソイルの上を流れる溶岩流に製氷を触れさせるです。はぁ、キモすぎ、キモい、え、キモい、キモすぎ。え、ちょやってみてよ。なんでそれ答えさせる。ソウルソイルの上に、あれわけないやん、そんなん。マグマ重視厳しすぎだろ、これか、はい、ソウルソイルの上を流れる国語の問題だ。ソウルソイルの製氷とマグマ全て単語それぞれに製氷を製氷触れできたキモすぎ、キモすぎ。なんで逆にさ、ソウルソイルじゃなかった。そう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 、ソウルサンドでもダメ。どうでもよ、ソウルソイルの上の溶岩流じゃないと、ソウルサンドの上ではダメってこと。ソウルサンドじゃなくて、誰でこれ考えたやつ。もうやんだよマジで。ということで、正解は、ソウルソイルの上の溶岩流に製氷をぶつけるでした。何が言ってるんだよ、それ答えたらキモすぎるな。知らずして、いやでもな、そうだと思う、知らずしてそれ出てきたらマジでキモい。じゃあ最後の問題いきます。はい、これもね、正解したすごいですよ。怪しげなシチュー、皆さんご存知ですかね。それ作ったやん最近。怪しげなシチューの入手方法なんですけど、まあ、まずあのチェストから入手できるじゃないですか、はい、何パセントかので、あとはまあクラフトでボールにキノコ、キノコ、花あ、終わった終わった終わった。で、花の種類によっていろいろ変わるんですけど、あ、終わったね。で、あと村人の交易でも手に入るらしいんですよね。知らないです、知らないです。それ以外の入手方法を教えてください。いや、俺ね、これ知ってるわ。おい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 、マジか、知ってるわ。キモいな、これ知ってるのは。沈没船と村と、沈没船、クラフト、交易以外。そもそも入手条件として大体3択じゃない。サバイバル、サバイバルでってことでしょ。あ、サバイバルでだね。クリエイティブでってことでしょ。クリエイティブで、あの生成するはないです。サバイバルにおいてです。これ正解したらすごいけど、間違えたらめっちゃ恥ずかしい。いや、ただ合ってると思う。マジで、うん、さっきの考えたら無駄だったから、もう考えたら嫌だ。いや、考えたら分かるかもしれない。分かるかもしれない。ほんまかいな。本当かな。ほんまかいな。じゃあ金さんからいきます。俺から行くんだ。金さんから、はい。なんかこう反転するとかっていう意味で、キノコシチューを持っている村人が雷に打たれる。おお、なるほど。ありそう。なくはないね。持ってる。はいはいはい。持つ、まあ、持つからね、村人はね。持ちます。じゃあ中も行くか。分子ルームに蜂蜜を飲ませた状態で木のボールで汲み取る。おお、なるほど。まがまがしいな。蜂蜜を飲ませる。蜂蜜飲ませる。ませる。実はね、飲むんですよ、分子ルーム。飲む。だって蜂蜜さ、俺ら飲んでもさ、なんかあんまじゃん。わかるでしょ。じゃあ蜂蜜何使うの？実はムーシュルームに飲ませるので、こうやって使うんだ。確かに蜂蜜量少ないなと思ったよね。そう、そう。なるほどね。それで木のボールで救うと、ラリッタムーシュルームが怪しげな仕事出しています。見てみてえな、それ。なるほど。じゃあシャケさん。いや、なんかキツネってなんかいろんなもの持つじゃないですか。はいはいはい。なんかトーテムとか持つみたいな聞いたから、あ、これキツネワンチャンじゃないと思って、いや、キツネがスポンするときにたまに持っておくからそれと殺す。あー、なるほど。キツネからドロップ。キツネからドロップ。はいはいはい。じゃあ最後、自信ありげなスマさん。と、茶色のムーシルームから木のボールで組む。ええ、なんとこの中に正解者がいません。なんか、えー、あれ、あれ、やったな、お前。これ。やったな。まあまあ、よく聞いてください。よく聞いてください。じゃあ正解発表なんですけども、じゃあ実際にやってみようかな、ここで。ああ、実践で。まあ、まずですね、一部正解者はいるんですよ。まず出すのは、まあこれですね。ああ、一部正解です。で、ここに。
雷？雷を撃つと茶色ムーシュルームになるんですよね。それはね、それはね。でさらにここに、さらに花をあげるんですよ。花、花をあげると今見えた白いのが出たんだけど。見えなかった。じゃあちょっともう一回え、じゃあこっちこっち。お、そうなんだ。それ知らなかったわ。反転すんの？え、オセロできんじゃん。ムーシュルームでオセロできんじゃん。じゃあこいつに花あげますよ。そうすると、はい、白いパーティクルがね、見えない。嘘。見えないです。あげる人しか見えない。あげる人しか見えないのかな。一回そのそこら辺のやつ全部茶色にして一回。これ茶色のムーシュルームってスパイクないの？ない。ないの？え、あ、出た。白いの出た？出た。まあ、多分一回やったやつはね出ないっぽいわ。あ、でも出るよ。今やったら出たよ。本当出る。あ、出る出る出る。自分だけだこれ。でその状態でボールで組みます。あまあでもミシルームからボールで組むって言ってんでも間違ってないよ。いや間違いです。はい。でまあ答えをまとめると茶色のムーシュルームに花をあげた後にボールで右クリックですね。なるほどね。まあ一応これ普通にやったらキノコシチューが出るやん。で怪しげなシチューって、ね、キノコシチュープラス花のレシピなんで。はいはいはい、確かに。あ、そういうことか。だから蜂蜜を飲ませたんですけど僕は。蜂蜜使うんだよね。まあなんか部分的にね雷とかなんか茶色いキノコムーシュルームとかなんか部分的なあれはありましたけど、まあ、正解者なしということで、いや、今回どうでもいいキングキントギキャーすげえ冒険の出現条件だね。スプーンはどうですか？どうでもいいですね。だよね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価も待ってるよ。さらにツイッターのフォローもよろしく。ツイッターには最新情報が盛りだくさん。メンバーの日常も日々更新中。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。